い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージです。では今回は信長の横大師パーフェクト本能寺の変リベンジ明智光秀プレイ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、最後にこの鳥取城、史実では秀吉が勝家殺し兵糧攻めを行ったこの鳥取城をね、逆に兵糧攻めで、奪い取ったというところまでお届けをさせていただきました。今回その続きになるんですけども、まずはね、中国地方における秀吉の最後の拠点姫路、ここを攻略していきたいと思っています。では早速時間を進めていきます。今はもうね、続けて兵を送りたいところなんですが、残念ながら兵糧がもう尽きてしまっているので、こちらも兵を出せないという状態なので、まずは兵糧が入ってくる収穫の9月まで、待ちましょう。でその間にまずは、今あの獲得したところね、鳥取あたりに進出を行っておきます。商業関係ですね。であとは今全く兵糧が足りていない状態なので、漁村を近くに建てておきます。少しでも兵糧の上積みを取ろうというところですね。で最後に武将を配属しておきます。鳥取城武将ね、いないので配属しましょう。寺沢と六角を派遣、これでいいでしょう。で一応恩賞も獲得しているので、裏切りそうな人で、能力が高い人は紋章を与えてつなぎ止めておきます。じゃあこれで時間を進めていきましょう。で、あとそうそう、結局もう今年は退役の終了ですっていう風にしていたんですけども、なんだかんだで12月に航空券をまた取ってしまいましたんで、ちょっとね遊びに行こうかなと思ってます。でお金がないので一つしか進出はできないか。ここはしょうがないね。お金がなければ進出はできない。で、労力を使うのも金がないか。金が全然ないね、本当に。金がなければ奪い取ればいい。というわけで姫路城に早速出兵していきます。とはいえ、兵糧自体が全然足りないので、月に8000減っていく。2万近い軍勢を動かすのは危険ですね。となればだ、まずは大軍勢にならない範囲で兵を調整して、これくらいかな。1万1000でも多いぐらいだよな。口山も外して1万7000、うん、1万700ですね。1万700の軍でちょっと攻めましょう。私に続け。清正が守る姫路城。で元親が秀家、まあ、つまり宇喜多に宣戦布告ですね。ここは長宗我部にもちろんつく。これで姫路城への救援がなくなるはずだな。宇喜多の大きいね。さあ姫路城の攻略戦です。さてどうしようかな。通常攻撃で150日、強攻で102、包囲で95。まあ、ここはじゃあ包囲にする。報告します。なので、一応12月にね、またタイで遊びに行く予定です。今後の予定は、何度かお話してる通り、まず11月、初週の3連休で、香港に行って、動乱の香港ですね。動乱の香港。動乱の香港に行って、10キロレース。マラソンですね。出場するので、そこで、ずっと練習を重ねてきていた、10キロ40分切りを目指してね、ちょっと頑張っていきたいと思います。これが11月の第1週。で、12月の第1週だったかなに、航空券を取りましたので、ここはタイに行ってきます。で、年末年始はね、フロリダの方に奥さんと旅行に行くんで、まあ、ちょっと年末年始にかけて出費も多くなるんですが、まあ、ここはボーナスでしのぎましょう。で、姫路城の攻略戦は進んでますね。でね、ボーナスの使い道がね、もう今回結構、もう、承知いたしました。ビデカメも新しく新調して、iMac もですね、もう、2台持ってるんですけど、動画編集用とかに。1台がもう、2012年モデルとかだったので、もう使い物にならなくてですね、それは、リプレイスしたので、そこもね、結構な出費になってるんですよね。なんで、ちょっと年末年始にかけては出費入りよう多いので、節約を心がけていきたいと思います。
まあ、遊びとね、旅行には金を惜しみたくないので、他の部分で惜しんでいこうと。先月の収支になります。で、金銭の収支がちょっと改善したかなっていう程度で、まだまだ全然足りないよな。はい。で、お金がないよね。ちょっと時間を進めましょう。でね、ニューオキニちゃんが爆誕しそうな感じなんですけど、ちょっとオキニちゃんをつけるとね、それはそれでまた回に回数が増えちゃうので、できればオキニ化しない予定ではいるんですけど、そろそろどうだ、姫路城落ちるんじゃないかな。姫路城があと29日ですね。1ヶ月で兵糧切れで落とせますね。まあでもね、やっぱりタイの夜の女の子たちは大変ですよね。結構仲良くなってきたりすると、実は子供がいるんだとかって言ってくるんですよ。来る子がいたりするんですよ。で、嫌いになったとかって言われるんですけど、僕結婚してるからさみたいな、まあ言わないですけどね、結婚してるとは。そこではなんでね、ちょっと切ない気持ちにはちょっとなるんですけど。これより表情を始める。さて、表情だ。農業が全然足りない、論議も全然足りない。とはいえ対名は取っときたいので、農業と対名でいきます。で、論議があって、まあ、バランス重視でいきましょうか。これにて表情を終える。で、どうする？梶村新設したいけど、梶村、そろそろ鉄砲隊も作っていくんじゃ。姫路城の落城は時間の問題だね。で、大野春永、ああ、そうか。春永の出身って大海ですよね、きっと。なんで大海を抑えている、三井家の陣営の方に、士官をしてきたというところですかね。にしても大野春永能力ちょっと低く見積もりすぎじゃない？特に、内政、外政、知略あたりは。まあ、戦闘向けの武将ではないイメージはもちろんあるんですけどね。ご命令を。まあ、大野春永は、大阪城が陥落した時の、まあ、言ってみれば、森役っていうのかな。まあ、そういう感じですよね。まあ、摂政なのかな。ちょっと微妙な立場だとは思うんですが。で、ここで、お金が少し余裕がようやく出てきているので、梶村もじゃあ建てていく？梶村。は、承知いたしました。は、まあもう、敵対するつもりはないので、長宗我部や毛利とは。まあ、そこの国境にはね、しっかりと配置をしておきましょう。で、田中義次、雇う。石田正純。これは三成の父親で合ってるかな。処刑します。深く。で、一旦騎乗。次の兵糧が入ってくる時期に石山ごぼうの攻略戦を開始していく。いやー、でも秀吉のこのさ、兵数やばいことになってるよね。まず大阪城に1万、高谷城に6000、西賀に7000、洲本に7000。これだけ見てもざっと4万の軍勢が入ってますからね。いやー、これを潰すのはかなり骨が折れそうだな。どっかで決戦で一回勝利を収める必要があるな。先月の収支になります。下地を。一旦秀吉との講和ができるか確認しましょう。まあできないよね、殺しまくってるからね。殺戮の限りを尽くしてる以上、それは難しいよな。では姫路城、ここにも武将を配置します。誰を配置するかだな。姫路城にはまあ有才忠興親子を入れましょう。はっ。さらに増強してきてるよね。お、羽柴より交渉の申し出、無条件。よし、これは一旦の今のうちに。そうだな、池田を飲み込んでおく。この隙に2ヶ月あるからね。か、我慢するか。
すでに長宗我部が、浮田と戦闘を始めているので、ちょっと難しい判断だよね。今のうちに、一つの手としては、池田ですね。有岡城、池田。あるいは、伊賀の、蒲生。この辺りを潰しておくというのも、すごく魅力的な案ではあると思うんですが、それにしても沢山城とか全然人が入ってないで、武将が入ってはいるだけで、姫路城で、報告します。一気か。先月の終始だ、金がない。ご命令を。まずは、歩兵をしておこう。全然人がいない沢山城。まあ、2000ぐらいはやっぱ各種を入れておきたいよね。清水山も全然人いないし。はい。で、お金がないし、開墾もできないしっていう感じだよな。ちょっとお金がないのが困りものですね。とはいえお金を売ることもできないし、一旦ちょっとじゃあ講話が明けてから秀吉と決戦に及びますか。とはいえ秀吉のこの数まずいな。さらに日照りか。ただでさえ兵糧が欲しいこの時期に干ばつが起きると厳しいよね。これより表情を始める。さて今回は軍事を入れていきます。対名はだいぶ溜まってきてるけど、この先ね、対名はいくらあっても足りなくなるっていう時期が来ると思うので、今は我慢しましょう。ご命令を。さあどうする。ここはステイだな。ただこの間にも秀吉めちゃくちゃ金貯めてるな。なんなんだ秀吉マジで。秀吉はどこにいるの？肝心の西賀にいるな。秀吉と長宗我部が戦闘を始めてくれると一気に好転するんですけどね。秀吉の残された拠点の数で言うと6個。まあ、決して多くはないんですが、各拠点に入っている兵の数がやばいよね。ちょっと見ておく？必要な、ある内容として、そうだな。各拠点の防衛力、兵糧。ちょっとこのあたりを確認しておきますか。いや、強いな。兵糧収入とかほとんどないけどね、ここも。どこからそんな金を持ってきてんだっていう感じがするな。秀吉、さすがよ。兵糧が9万もあるもんな。9万兵糧があったら、まあ確かに十分だよね。兵数で言うと全然変わらないからね。明智軍が4万7000に対して、秀吉軍4万6000。拠点数は倍半分の差があるんですけどね。いや、強いな。秀吉。ただ、このまま行けば兵糧の収入で逆転はできる時期が必ず来るんで、そこをまずは待ちましょう。で、大友家の話なんで、ここはもうスキップしちゃいましょう。報告いたします。先月の収支です。金銭収入プラス1円。志果たさずして。で、ここは長宗我部が対米を発動。できれば長宗我部がね、秀吉に宣戦布告してくれるとよかったんですが、清須を織田家と筒井か。ここは織田に味方しておきます。まあ織田家を滅ぼそうとした光秀が織田に味方をするという矛盾が起きてますけど、
あ、姉公子は同盟切れか。まあ姉公子との同盟はまあいいでしょう。先月の収支です。ご命令を。秀吉の方から攻めさせたいからな。報告いたします。先月の収支です。これより表情を始める。今回は論議を入れておきます。これにて表情を終える。でどうする。農兵の徴用、石膏配備は絶対やりたい。これあるのとないのでは全然変わってくるので。であとはそうだな、耐震とかやっとく。まあ、いつ地震が起きてもおかしくない。地震の備えはしっかりやっておきましょう。お金が今回もないので何もできないな。何？毛利との同盟が切れちゃった。それはないわ。長宗我部との同盟も切れる。報告します。いやさ、同盟が切れる前に案内出てたんだろうな。ちょっと見逃しちゃいましたね。ゲチを。交渉。長宗我部さんとは、同盟締結24ヶ月。はい。毛利とも同盟締結24ヶ月。はい。で、長宗我部毛利との同盟は回復しましたね。さあ、兵糧だ。2万9000か。ようやくここでどうだろう、少しお金に、まあ、余裕はもちろんないんですが、農業施策を実行するだけの数百円のお金は入ってきましたね。お、ここで勝家と氏政が戦うのか。まあ、ここは一旦勝家についておこう。手を貸そう。で、岐阜と姉小路、ここは不参戦だな。戦わせておけばいい。報告いたします。先月の収支です。これより表情を始める。ちょっとここに来て、打つ手がない状態になってるので、これにて表情を終える。どうするべきか考えものだな。仮に今ですね、この飯盛山城に出撃した場合どうなるかっていうのをちょっと見ますか。ただ今秀吉に宣戦布告するのが本当にいいのかっていう話だな。浮田と長宗我部が戦っている間は浮田がこちらに攻めてくる可能性はゼロと言っていいので、そうなるとどうしようかな。まあ、先に、高槻城と有岡城、この二つの狩猟としましょうか。その中で、見極めをしていきましょう、秀吉陣営。池田恒興の、有岡城攻略を始めていきます。我が軍略、お見せしよう。まあ、当然、秀吉側につくね。ただこちらには毛利と長宗我部、勝家もついてくれる。では兵を出しましょう。大軍、有岡城に向けて出撃です。2万1000の軍勢を出すのはちょっと厳しいので、そうだな、1万5000でも多すぎる。これくらいかな。12900の軍勢を出しましょう。進め。決戦になってくれればいいんですけどね。種子島発動してきやがった。さすがだな。でこちらは、おお、いいね、志発動されたね。でちょっと待って、池田恒興期待7900か。これさ、秀吉側の部隊も入ってるね。
ちょっと数を見てないですけど、明らかに石山ごぼうとかから兵が減ってるので。やってくれるな。この、だいぶ小さいところでの戦いになるんだな。鉄砲水、山津波。いやー、山津波はない。参りだな。で、軍施設としては、どうだらだい。こんなところで、位置変更もしておきます。まあ、数では勝ってるものの、舞台数では劣っているので、まあ、それが、どう出るかですね。叩きのめせ。我が命に従え。まあ、ここはただ、負けられない戦いにはなる。始めるぞ。頑張りましょう。で、敵の方はどうなっている？オール足軽なんでね、味方は。ご命令ください。ゲチを覚悟せよ。池田輝政対高山右近対確認してますね。よし、鉄砲水もはまった。まずは池田輝政隊を撃破できる。いや、先に手にしているのが池田長吉隊が出てきてるね。この池田長吉隊が孤立してくれれば、この池田長吉隊に攻撃を集中していきましょう。油断大敵だぜ。そしたらまずは2部隊で敵に攻撃を集中。さあ、で、三井での本陣を前に出して、後ろを守ってあげます。始めるぞ。叩き潰せ。叩き潰せ。覚悟してもらおう。さあ、ね、混戦になりますね。始めよ。始めよ。ね、キリン発動します。その首、我が策がもらい受けよう。よし、まず敵の一部隊が壊滅。どうしようかな。このまま力押ししてもいいんですが、中川秀成隊を攻撃しにかかりましょう。命令ください。手を打ちます。で、ここはですね、あえてなんですが、三井での本陣も前に出していきます。三井での本陣が一番数としては多い。グハならずだったか。ゲチ、始めるぞ。ご命令ください。で、常置の本陣はどこにある？やりたい。常置の場所がわからないかな。やりたい。前へ。敵が退くようであれば、高山右近隊に攻撃を集中していきます。で、ここでもキリンを発動。修羅となりて敵を焼き尽くす。三輪長秀が始めるぞ。三輪隊に攻撃を集中する。やりたい。前へ。このまま行けば完勝だな。やりたい。前へ。で、我らが常置の本体がどこにいるか。常置の本体を追ってって、負傷兵が出るのを防ぎたいので、できるだけ敵を待ち受ける戦いにしたいですね。ご命令ください。覚悟しろ。やりたい。前へ。これで終わりか。そう、奈落が仕込まれていた。覚悟してもらおう。ああ、対名対名一手で対名発動していないってこんなバカだ。その首、我が策がもらい受けよう。常置の本陣の場所を補足した。では常置に攻撃を集中していきます。やりたい。
前へ。まさか破れるとは。バカ、ありえん。やりたい、前へ。やりたい、よし、これで常ちゃんを撃破して、なお7000の兵が残ってる状態だね。これであれば池田家滅ぼせるな、このタイミングで。勝たねば生きる道はなし、それが乱世よ。で、捕獲した中川清秀はこのまま投与します。で、有岡城が落とせるかどうかだな。有岡城が落とせれば問題ないんですけどね。強行で8日間、まあ1週間ですね。報告します。先月の終始になります。月曜、お金も余裕が出てきたね、ここに来て。受けたまわります。で、そうしたら、漁村を建てられる場所はないのか。カジ村だな。じゃあこれからの先戦いは受けたまり、鉄砲が左右しますからね。よし、有岡城はダッシュ。他愛もないものだ。古田重勝、まあ能力的にはね、特筆すべきところはないですが、武将の数は欲しいので古田さんを雇いましょう。で、その上でだ、行きます。もう一つの拠点高槻城、ここに兵を出して常沖の息の根を止めます。というところで時間がね、30分になりますので、今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいてですね、次回はまずは高槻城を攻略して、その後秀吉との決戦に向かっていきましょう。秀吉の石山御坊に 12,500、 飯盛山に 3,600、高屋城に1万、雑賀に1万、洲本に1万、合計どうだ ?5 万5千から6万近い軍勢になってるよね、手取り城も合わせると。いやー、秀吉マジで油断ならないな。強いですよね。で、浮田の方はというと、引き続き、長宗我部隊が戦ってくれてるので、まあ、長宗我部隊がね、浮田の足止めをしてくれてる間に、少しでも、秀吉との決戦に備えて、力を蓄えていきたいなというところになります。では今回ここまでさせていただいて、次回ですね、この続きをまたプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。